こんにちは、変形合体です。今日はトランスフォーマーレジェンズ LG7 ジェットファイヤーをレビューします。ビークルモードのギミックとしてはランディングギアがあって、タイヤが3箇所とも別パーツなのでクロス走行ができます。主翼がここまで稼働します。垂直尾翼もここまで稼働します。あとはコックピットが開閉します。中も割と作り込まれています。他にはマクロスでいうところのファーストパックやスーパーパックのようなものが付属しているので、各部に取り付けることができます。まず後ろの方にこの大型のターボスラスターを取り付けます。ここのところに取り付けます。ここですね。次に背面にもまず脚部ですね、脚部にこの武器を取り付けます。これを取り付けてもこのタイヤは稼働します。反対側にも取り付けます。でこの腕のところにも武器を取り付けます。反対側にも取り付けます。最後に機種の裏にも武器を取り付けます。この武器を取り付けてもこのランニングギアの開閉には影響しません。すべて取り付けるとこんな感じです。先端に武器がつくので結構長いです。クラシックオプティマスと比べるとこれぐらいです。武器だけでクラシックオプティマスくらいありますね。まあ機種かと並べてもこんぐらいあります。機種の武器はミサイルを発射できます。ちょっと当たっただけですぐ発射してしまうのでなくさないように気をつけないといけません。ビーグルモードで頭が出せるかについてなんですが、頭自体はここにあるんですが、このフェイスパーツの耳がちょっと干渉してしまうので、これがなければ顔を前に向けることはできるんですが、これがあるので回転できないですね。最初からフェイスパーツをつけなければ顔を前に向けることはできます。それでは変形させていきます。トランスフォーム。まずランディングギアを収納します。武器はつけたままでも変形できるんですが、すぐミサイル発射してしまう敏感仕様なので、ね、外しておきます。次にここのカバーを開きます。取り出しにくいときはここを押すと出やすいです。次に機種を外します。この辺にロックがあるのでちょっと外して一旦後ろに持っていきます。そしたらここの部分を押し込むとロックが外れます。このフェイスパーツがこの武器と干渉するので、ちょっと武器を一旦逃がしてここのパーツを取り出します。こうですね。次に先ほど開けたカバーを元に戻します。次に足ですが、この水平尾翼の下にロックがあるのでロックを解除して前に持っていきます。この時にガークっぽくできるんじゃないかと期待している方もいらっしゃると思うんですが、この足がこのようにしてこうちょっと干渉気味です。ここ足を展開することはギリできるんですが、腕がちょっとこのぐらいですね。こうちょっとあと肝心の機種がこの部分が足を前に向けるにはこの角度にするしかなくて、このようになってるとこの胸のパーツがこう干渉してここに収納できません。なのでこの状態で機種を出してもこんな感じになってしまいますね。腕がまずここまでしか来ませんし、ちょっと最後逆でちょっと
このが多く厳しいですね。元に戻してピンを外したところからですが、ここの部分を下に下ろしていきます。こうですね。ここはちょっと干渉してしまうので、ちょっと上に持っていきます。こうです。そしたらここが膝なので前にしてつま先を展開します。反対側も同様に水平ビュークの下のピンを外して、そのまま下に持っていきます。ちょっと腕を逃がして完全に合わさったら、膝を前にしてつま先を展開します。これで下半身の完成です。すいません、かかとがやたら長いと思ったら、もうちょっと前まで持っていきますね。こうですね。で、反対側もこうですね。次に上半身ですが、まず腕を分割して下に持っていきます。そしたらこれピンがあるので主翼の裏の受けに合わせます。反対側もここの箇所ですね。本当だったらビークルモードの時はこうなんですが、変形ロボットにさせる時は完全に主翼を閉じて、ここの穴にピンを取り付けます。こうですね。そしたら胸のパーツを上に持ってきて、この両肩の間に通過させてピンがあるのでロックします。両方ロックしたら拳を前に向きます。次に背中ですが、まず一旦皮脂を伸ばします。そして尾翼のところが二重ヒンジに、この黒いパーツです、二重ヒンジになっているので一旦外して縮めて機首を上に上げます。一応このままでもいいんですが、説明書によるとここのターボスラスターは一旦外して上下を逆にして付け替えるように指示があります。一度取り外さないといけないのはちょっと残念ですね。最後に顔を正面に向ければ、武器を持たせれば完成です。結構大きいですね。クラシックオプティマスプライムと並べるとこんな感じです。ロボットモードのギミックとしては、このバトルフェイスパーツを取り外すことができて、武器に取り付けることができます。こうですね。頭部のデザインが宇宙服のヘルメットをかぶっているような感じになっています。あとはファーストパックやスーパーパックのようなパーツをメインの武器に取り付けて火力を集中させることができます。反対側も取り外します。ここのとこですね。結構大型の武器になります。フェイスパーツを取り外すとよりしっかり合体できます。ただしその場合はフェイスパークが取り付けられなくなって顔につけておくしかないですね。それでは稼働範囲を見ていきます。まず頭部が左右に稼働して上下にも動きます。腕は上下と、あと横にも90度以上曲がってロールもあります。肘も90度以上曲がります。腰は残念ながら回転しませんが、足が曲がって膝も90度以上曲がります。で、つま先とかかとが連動して動きます。それではビークルモードに戻していきます。今回は武器を全部外した状態で変形させてみます。
まず背中の機種を一旦どかして、尾翼のパーツを引き出して後ろに伸ばします。そしてまた機種を元に戻します。そしたら肩の根元のジョイントを左右両方とも外して、胴体を前に倒します。次にこの二重ヒンジを伸ばすんですが、ここにピンがあるので外して上に伸ばします。反対側もこのピンを外してヒンジを伸ばして、一番上まで来たら両方を合わせます。次に足ですが、この根元の部分で回転して後ろに持っていきます。その時につま先をこの二重になっているので奥まで収納して、車輪がついている方を下に向けてそのまま後ろに持っていきます。このままだと尾翼にピンが刺さらないので、一旦主翼を外して、ここの尾翼にピンを差し込みます。差し込んだら主翼を戻して、この腕をこちら側に向けて収納します。反対側も同様に、まずここを後ろ持っていって、つま先を完全に収納します。そしてピンを上に持っていって後ろまで持っていきます。そしたら主翼を一旦どかして、このピンにはめ込んだら主翼を元に戻して、腕をこちら側に向けて拳を収納します。次に一旦このボディを下に持っていって、ここのカバーを開いて前に持っていきます。この時に顔をそのままにしておけば、顔を出したまま変形できます。ここはちょっとタイトですね。ここの箇所を気をつけながら通過して、うまく噛み合わせることができたら、このカバーを閉じて機種を下げて前後でロックして尾翼を立てて、ランディングギアを展開すればビークルモードの完成です。この状態でも合体した武器を取り付けることができます。まあ、これはちょっとでかいですね。これはなんか R タイプとかのオプションみたいな武器ですね。もちろんターボスラスターも取り付けられます。こうですね。最後に顔の方ですが、ここのフェイスパーツを外して、ここに取り付けることもできます。フェイスパーツを取り付けてしまうと、この耳が干渉して顔を後ろに向かせることはもうできないですね。取り外すのもかなり難しいです。最後まで見てくれてありがとうございます。トランスフォーマーなどの変形合体するものを毎日レビューしていますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。